今回は SBI e スポーツと契約をしているケン選手にインタビューだ。めちゃくちゃスマブラ強い人だよな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速、善一、何か聞きたいことはあるかい？ケン選手はいつぐらいからゲームを遊んでるんだ？記憶はないんですけど、親の話によると自分1歳の頃からもう父親がやっているそのドンキーコング2のゲーム画面をずっと見てたら、泣かずに静かにしている子供だったらしいので、ゲーム自体に触れたのはもうその1歳の頃からですね。初めてゲームやったのは2歳か3歳ぐらいの頃にやってて、で母親の話によると母親がプレイしたのを見て後から真似てもう一度プレイしていたみたいな感じだったらしいです。これは英才教育だね。ちなみにだけど、やっぱスマブラのプロプレイヤーってなるともうスマブラ以外遊んでないのか？いや全然そんなことはなくて、自分の家で一人でいるときはむしろ大会のゲーム、スマブラ以外のゲームをやることも全然多くて、普通に RPG、マリオ系の RPG をやったりだとか、最近だと結構テトリスをやったりもしてます。 RPG? スマブラと全く関係ないな。ゲーム自体が好きということなんですね。ちなみにだけど、スマブラ以外のゲーム大会に浮気しようとか考えたことはない？スマブラを本格的に始めてから、前作の 3DS スマブラが発売された2014年とかですかね、もう8年前、7年8年前になるんですけど、そこからなんか他のゲームを競技として、大会に出たいとかは一回もなかったですね。スマブラ始める前、そもそもゲームはやってましたけど、せいぜいなんかランキングマッチをやるぐらいで、そのオフラインコミュニティに参加しようとか思ったことも特にはなかったです。英才教育かつストイックだね。なんでずっとスマブラなんだ？スマブラってもう今5作目なんですけど、任天堂のキャラクターで触れやすいかなっていうのはあったんで、前作から自分で初めて結構プレイしてみたんですけど、やっぱり楽しかったんですよね。あとはその楽しかった理由としては、やっぱりある程度最初から成長を感じられた、勝てるようになるまでが結構早かったので、で勝てるようになって、で楽しい、で楽しいともっとやるっていうループで、ずっとスマブラを続けてたって感じです。スマブラ愛がすげえぜ。楽しくプレイができて上に上り詰める、素敵だよな。でも今ではプロプレイヤーである以上仕事ってなるんだよな。どうした、ズイチ不安そうに。やっぱりプロプレイヤーになるってことはゲームが仕事になっちゃうのかなって。なんなら、今はやっぱりこのスポンサードされてるっていう面ではやっぱり仕事なんですけど、自分がそのスマブラを遊んでいる感覚としては、今も遊んでるって言っちゃったんですけど、今はでも趣味ですね。強くなるために頑張ってるという感覚というよりは、もう人の家に行ってスマブラやってる、遊びに行ってるっていう感覚が、小学校の頃とやってること自体は自分の中では変わってないです。自分の中では仕事という感覚はないですね。おお、なんだかこれを聞いて安心したぜ。ただ遊んでたらプロプレイヤーになれるわけじゃない。その中でも真剣な研究、練習は必要なんだからな、善一。わかってるよ。ちなみに、ケン選手が本格的にプロになろうって思ったのはどのタイミングなんだ？大学院入った年にちょうどスマブラ SP、 今のスマブラが発売された年で、自分迷ってたんですよね。大学院に行くか、それとも大学卒業してスマブラちょっとやろうかな。ただちょっと SP が発売される年ということで、自信がなかったんですっていうのもあるんですよね。前作の Wii U では ほぼ全ての期間で日本1位だったんですけども、新しいスマブラになってできた学生で、就職せずにスマブラやっていくのはちょっとできるのかなっていう自分の不安もあって、大学院に進むことを結局決意したんですけども、やっぱりその大学院行ってる中で、他の仲のいい、今の他のプロゲーマーたちがその海外とか行ってるのを見て、自分もその海外大会とか出たいなっていう気持ちが強くなっていって、で最終的に大学院の1年が終わったタイミングで、両親に相談して中退することを決めたっていう形ですね。
大学院に1年通った上での中退ってことになると結構家族でも大きな問題になりそうな気が。確かに。それを相談した時に親に反対されたりってことは？いや、正直そこまでなかったですね。母親に関してはむしろ大学院は行くんだぐらいに思ってたらしくて、後から聞いたんですけど、ゲームの方やらなくていいんだって思ってたぐらいだったんで、やりたいならそっちやりなさいっていう感じでした。親がむしろそっち行かなかったんだって思ってるってすげえな。でも大学院ってもちろんだけど、しっかりと勉強しなきゃいけないわけで、だからこそやらなきゃならないことと両立できたからこその理解であることを忘れるなよ、善一。分かってるよ。この前もまた母さんに怒られちゃって。今のままじゃプロゲーマーになれないかもね。ちゃんとやるよ。俺プロゲーマーを目指してるんだけど、これだけはやっておけってことがあったら教えてほしいぜ。プロゲーマーを、まずプロゲーマーだけを目指すのは絶対にやめた方がいいと思います。日本だとやっぱりまだ偏見とかもあって、まだそこまで栄えていない職業なんじゃないかなとまだ個人的に思っていて、やっぱり慣れなかった場合のリスクは、まあ例えば学校を辞めてプロゲーマーを目指すとかやっちゃった場合に、慣れなかった時の場合のリスクはとても、まあ、正直計り知れないと思うので、大学を卒業するくらいまでは、まあ、ゲーム一辺倒にならずに、まあ、大学卒業ぐらいまではちゃんと勉強するのがいいんじゃないかなと思います。実際自分も前作のスマブラ Wii U の時は学生で、まあ、勉学励みながらも、大会で結果残して日本一を取ることができていたので、まあ、決してその勉強とか学校を辞めなきゃプロゲーマーにはなれないんだとかそういうことは絶対にないので、ちゃんと他の道も残しつつプロを目指すという形にした方がいいと思います。実際にそれをやってたんだもんな。説得力が違うぜ。ゲームの練習ばかりに打ち込んでる善一は、ケン選手の話が聞けてよかったな。確かに。ケン選手ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。